どうも、学生筋肉料理人のだるまです。今回はサバの味噌煮缶とバター、そしてめんつゆだけあれば作ることができるサバター飯の作り方を紹介していきたいと思います。このレシピでは包丁を使わずに炊飯器に米と調味料を入れてスイッチを押すだけでできる超簡単レシピとなっています。サバの味噌煮缶の凝縮された旨味とバターの風味が絶妙にマッチして、言葉では言い表すことができないほど美味しく仕上がります。簡単かつ失敗知らずのレシピなので、ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきましょう。あ、間違えた。それでは早速作っていきマッチョ。Thank you.